々しい田舎景色が恋しくなる。夏にしか見れない青々とした空、セミの鳴き声、それを求めに姉と旅に出た。あなたはどんな景色を見たい？さあ、日本の夏を探検しようではないか。今回は千葉県香取市にある佐原にやってきました。ここ佐原は江戸時代に利根川水運の中継基地として栄えた場所で、江戸まさりと言われるほど栄えていた町です。当時から町の中心を流れる小野川一帯に土蔵造りの商家や町屋が立ち並んでおり、現在もその面影が色濃く残っています。江戸時代に日本地図を作った伊能忠敬が住んでいた町としても知られています。都心からは高速で約1時間半、成田空港から車で30分ほどで行くことができ、大人の日帰り旅行や休日のお出かけにおすすめの町。今回はそんな風情のある素敵な佐原をご紹介。禁止でしたが、とても見応えのある資料館で、50歳を超えてから17年間黙々と日本全国を歩いて地図を作った彼の精神には敬服しました。そして川を挟んで反対側には伊能忠敬の旧宅があります。ここは忠敬が暮らした家が当時のまま残されており、彼が17歳から50歳まで生活した場所を拝見することができます。彼が計測した地図は現代のものと重ね合わせてもほぼ正確。人工衛星も GPS もない時代にここまで正確に地図を完成させた彼の精神は凄まじいものです。ぜひ記念館とセットで訪れてみてください。佐原に来たらぜひ体験していただきたいのが船巡り。船は30分に1本運行しています。伊能忠敬の旧宅の近くから出港しています。船が出港するまで時間があるので休憩スペースで待機します。休憩所の目印はこののれん。私たちが乗る予定の船が帰ってきました。安全のため乗客はライフジャケットを着用します。所要時間約30分の船旅へ、いざ出港。30分間はあっという間。ガイドさん、ありがとうございました。初めての船巡り、日本らしい体験ができて楽しかったです。せっかくなのでもう少し街を散策してみます。こういうレトロなポスト見なくなったな。日本らしくレトロで可愛い。
脇道から人が見えたので寄り道してみます。上菓子小公園という名の休憩所がありました。ミストで体を冷やす姉。続いてやってきたのは茶屋花冠。趣のある街並みの中に昭和レトロを感じさせるレストランが。眺めのいい2階席にしました。ブルーの椅子が可愛らしい。窓の外には佐原の美しい景色が、緑色にキラキラ輝くメロンクリームソーダはまるで夏の宝石のようだ。幼い時ショーケース越しで見ていたような豪華なプリンアラモード、これを食べられるようになるなんて大人になるのも悪くないなと思います。見ているだけで心が躍ります。濃厚な味わいのカスタードプリン、美味しかった。カスタードの味、うん、食器やカトラリーも西洋デザインで可愛い。たっぷりのフルーツと生クリームはプリンとの相性抜群。一口食べれば口の中に幸せが広がります。アラモードとはフランス語で流行の最新のを意味する。昭和時代に流行ったプリンアラモード、実は日本発祥なんだそう。この昭和レトロなデザート、味も見た目もたまりません。紅茶を頼んだ人は自分でカップを選べるようです。壁側の席もおしゃれで可愛かった。お店の1階では食器や雑貨を販売しているコーナーもありました。なんて心温まるお店なんでしょう。お気に入りのお店が増えて嬉しいです。素敵なカフェに出会えてお腹も心も満たされました。このレトロな雰囲気はまるで江戸時代に迷い込んだような気分になる。美しい佐原の街はどこを見てもフォトジェニックで、どの瞬間も思わずカメラに収めたくなってしまう。夏の風物詩ともいえるセミの鳴き声がいつかの夏を呼び起こして切なくなる。きっといつかまた今日という日を懐かしく思うのだろう。楽しかった日々もいつかは遠い昔話になる。今日という素敵な思い出を私の心のアルバムに閉じ込めて忘れないようにしなくちゃ。
ぱり私は日本の夏が大好きだ。古くから愛される場所や景色が未来でも愛され続けるといいな。今回はここら辺でお別れ。また次の動画でお会いしましょう。